泊まりたい。でもね、あわやくば優勝したいので泊まりません。泊まれない。泊まれない。左足捻挫した。ガガガガ、何何？見せかった。ありがとうございます。よりこ選手、よりこ選手、その頃は山根コクラブ、福島で。これも溶けちゃえばこれも、ね、ちょっと隙間空きましたかね。あのね、南阿蘇で熊本で18キロあるんだけど。本当本当でも本当に行きの車であの細川さんの、いや僕あれはあんまり好きじゃないですね、あの硬いやつ。味噌肉牛丼ってこんなになんかダメですね。うまっ、はい、これめちゃめちゃ美味しいですよね。これですよね、うどんって。美味しそう。朝ごはんです。美味しそう。川風呂さんです。はい、そうです。ありがとう。山頂ですけれど。ありがとうございます。いただきます。カレーどうするんですか。確かに、そう決めてるんだ。もう、時間ぐらい終わりじゃないですか。12時ぐらい帰ってくるか、そもそも一周で終わるのが1時前後ですね。4時間ぐらい、4時間いただけるのか。荷物を持ってきてるから連絡取れますよね、きっと。ありがとうございます。鮭の塩味で食べてる。私も同じ。スタートしてる。来た、選手が。頑張れ。ビートティー。頑張って。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。タムケンだ。頑張ってください。タムケンファイト。ファイト。ファイト。楽しい。頑張れ。走るんです。行ってきます。ありがとうございます。行ってらっしゃい。頑張ってください。かわいい。いってらっしゃい。
おはようございます。スタートまであと数十分、今9時42分です。確かスタートが10時。今日は遊びに野沢トレイルランに行きました。行ってきます。ちょっと今喉が渇いて水飲みたいです。中にはアミノバリューと水道水で、中にはアミノバリュー、あ、間違えた、ボディメンテ水道水、ボディメンテ500が中に入ってて、計 1.5 リットル入れました。できます。エイド、ゾーンスタートまであと10分と出ました。スタートまであと15分です。ここで水をみんな汲むらしいですよ。こうやって。なるほど。腕時計か、まあ、時計、時間の方にご留意しておいてくださいね。よろしくお願いいたします。スタートすると思えないよ。のんびりすぎ。ここではダメなの。ここダメなの。まとめました。ここいいのかな。置いちゃいましょう。まとめましょう。って言ってもみんな同じ荷物しかないけど。俺も水しかないけど。シャボン玉が飛んでる。ありがとうございます。やばい、動悸がすごい、気持ちいい。両手になれません。時間だけ参考にしてください。神社は過ぎました。もうしばらく続くみたい。毎年出てるんですか？毎年出てるんですか？3年ぐらい出てたんですけど。あ、どうですか？このコースは覚えてないです。あ、覚えてない。3時の途中でやめたんで。あ、そうなんですね。でもおそらくあとちょっとなんですよ。わかりました、ね、岩場抜けたと思ったのに一生坂です。でもあとちょっとって言うから、とても歩けるもんじゃないです。止まりたい。でもね、あわよくば優勝したいので、ね、
止まりません。頑張るぞ。また階段ある。オーマイガー、もうカレーさん、ほんと？よし、フラフラする。左足捻挫した。左足捻挫しました。怖いよ、怖い、まず急降下すぎる。わかる？止まれない。いや、でも捻挫も治ってきたかも。一瞬だ。すごい霧が。ちょっと危ないのでカメラを外します。10キロ通過、1時間13分です。捻挫が大丈夫。ここぞとばかりにダッシュ。怖いよ、捻挫。ロードになりました。多分おそらくあとちょっとであると思う。多分これ合ってないけど今2.6 キロです。大丈夫？相変わらず坂が続いてます。はい。はい。登ったらゴールらしい。もうゴールですって言われた。最後の登りって言われた。ありがとうございます。はい、頑張ろう。見えた。ああ、見えた。見えた。はい。アリーさん。発生部和彦選手、高陵中学校岐阜県、タイムは1時間24分04秒。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと面接って氷とかありますね。ありがとうございます。でも早かったね。よかった、ありがとうございます。こんにちは。今日捻挫しちゃったので氷とかいただきます。配信でしたいです。ありがとうございます。ちょっとね、記録取ってるのでお名前聞いてもいいですか？趣味がミキです。はい、寝るけど体育室いいです。はい、あ、左足です。はい、体育室も寝ないで、どこに寝ないで。10ぐらいですね。10手前ぐらい。
これぐらいでいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ40分ぐらいからスタートなんで、15分、20分ぐらいにまた緩めてもらっていいですか？美味しそう、キュウリがある。いただきます。あ、トマトだ。いただきます。これだ、なんか、これからあと一周。寺子さん頑張れ。記録書をもらいに行きます。あそこですか？あ、おめでとうございます。はい、ずぶ濡れ。おめでとうございます。天才だよ。うちらぶち抜いてったもん。早かった。早い。やべえ雨。記録書ここでもらえるんですか？年代別。あ、はい、年代別入ってます。全体ももらえるんですか？全体はね、1時から表彰式。1時から、はい、総合は1時から表彰式。年代別、あのクラス別のここで賞状と賞金を渡す。お名前は志村選手。やったー。総合で2位。やった、総合ですか？総合で2位。嬉しい。やった、ありがとうございます。村に住んでいる方々がトレイル大会のためにたくさんのキュウリを持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。パンジュリいただきます。はい、ちょっと暑いです。気をつけて。戻ってきた。カメラ、なんかな？お帰りください。バイバイ。去年、みやこさんとアドバイスした時に教わった、この、これなんだっけ、これ、それは持ってる。それやります。偉い。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい、おめでとう。表彰式終わりました。なんと記録が、たらん、ちょっと見えないか、こんな感じです。総合2位でした。イエーイ。ちょっと今すごい大変なことが起きていて、会場から宿までが約2キロあるんですよね。終わった後もう大雨だったからシャワー浴びたいと思って帰ってたんですけど、2キロかけて帰ったんだけど、結局表彰式あると思ったら表彰式に間に合わないからって言って、もう一回大迎えしてきた。4キロ走ったんですね。それをまた行くっていう、合計2、4、6キロ、6キロジョブ、レース後の6キロダウンになっちゃった。ボロボロになっちゃった。じゃあ 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉女子総合の部、準優勝できました。学年別は優勝だと思います。やった。すごいきつくて足も捻挫したけど、いい結果ね、すごい楽しく終われてよかったです。あとはこの長いダウンジョグをして、あったかいシャワーを浴びて整えていきます。バイバイ。
ダイレクト仲介いないと思う、うん、財団から直接出してくれて、うん、最終的に決まってよかったけど、うん、そんな感じだった何くしばるかよくわかんないで、何人欲しいの1万5000円